こんばんは。いた、頑張った、ありがとう。また。はい、皆さん、福田あかりです。今日もお疲れ様。もう今日はもういろいろあったんですけど、とりあえずね、一言ご報告があることとしては、今回の来年か、来年の発売の STU の11枚目シングルの選抜に入れていただきました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう、ありがとう、山猫坊主。あー、すごーい。結婚式じゃない。何これ、これは何でしょうか。シンデレラちゃん、ありがとうございます。ありがとう。わー、かぼちゃの馬車も、みけちゃん、かぼちゃの馬車ありがとう。山猫坊主白舞踏会、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。フレッシュ具はすごかったね。動画見た？選抜おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうです。シンデレラさんタワー、ありがとうございます。初めてミラボありがとう、ありがとうございます。馬車、かぼちゃのば、かぼちゃ、かぼちゃの馬車、さ、かぼちゃの馬車タワー、ありがとう。服の日おめでとう。いい服の日、ありがとうございます。じゃあミラボありがとう。ありがとう、初めてだよミラボ、ありがとうありがとうございます。おめでとう。ありがとう。
選抜11枚連続です。イエーイ。早くタワー投げたかった。4日目だったからだいぶじらされたよね。タワー3本あよいしょ。いい服の日になった。ほんとだ。んちょお、タカ選抜入り本当におめでとう。ようやく熟睡できそうです。そんなな、泣いてた？なんだ、そんな眠れない眠れないほどでしたか？ウケる。なんかさ、じらされるとさ、なんかあれだよね、じらされるとさ焦るよね。焦らなくていいって言い聞かせてても。これカップルタワー、カップル、これ名前あるの？なんかタカありがとう。でも本当にみんながね応援してくれて、ライブに来たりね、握手券買ったりしてくれるから、ほんと選抜に入れてるから。なんかすごいすごい絵になっちゃった。よっ、ありがとう。なんかごめん、すごいねラブラブの絵になっちゃった。可愛くない？どうですか？一旦ありがとう、初めてありがとう。ありがた、たか、たかありがたか、たか、改めておめでとう。ありがとう。嬉しい、タワー投げてくれて。ありがたか。そんな感じですよ。今日はいろいろありましたけども。選抜に入れたお礼を言いたかったのでダッシュで買ってきました。ありがとうございます。あの、君は何を後悔するのかの選抜の発表の時さ、なんかさらっとさ、あなたたち選抜です、はい、それでは選抜発表しますみたいな感じでさ、さらっと流されてたよね。それがすごいね嫌だったんですよ。あ、入ってるのが当たり前と思うなよって。だから今回はこうやってね、ちょっとじわじわ一人一人やってもらえてね、嬉しかったです。ツイートもしたんでよかったらね、よろしくお願いします。反応ください。今回の美女かっこいい、本当？てかさ、なんか顔がさカリカリじゃない？大丈夫？めっちゃ細くない？あの、私のあの写真ガリガリなんだけど。ちょっと自分で自分が心配になった。あと2分か。あら、まあ皆さんありがとうございました。ちょっと明日何時、明日なんかちょっと配信があるみたい。なんだっけな、明日
8時半ぐらいから配信があるっぽいです。そう、ぜひご覧ください。ごめん、ちょっとバタついてて。ありがとう。ひろふみ、りょうにゃ、みーや、ファイター、帽子、ネギ坊主、ナナ、ほにゃまる、はじめだよ、おいたん、みけちゃん、たか、1位は山猫坊主。ありがとう。そしてルームズデイも終わったの、ありがとうございました。旅人ミラボ、ありがとう。そうね、ズームズデイが終わった瞬間悪い、本当に申し訳ないけど七並べが始まって、七並べを頑張りたいのでやりましょう。明日もお話し会の合間いっぱいやります。携帯2台持っていこうよろしくお願いします。ごめんなさい、本当バタついてて。ありがとうございました。これからもよろしく。お疲れんこ、おやすみみんずみです。ありがとね。明日お話し会で会いましょう。またね。こたつ相談も。おやすみ。ありがとう。